皆さんこんにちは、メイクアップアーティストの兵頭さゆりです。今回はプロおすすめのプチプラスキンケアコスメをご紹介していきたいと思います。プチプラのメイクアップのねコスメの方は今までも結構紹介してきたと思うんですけど、やっぱりスキンケア、私が紹介するものは結構値段が張るものが多かったんじゃないかなっていう風に自覚してます。プチプラでいいものもいろいろ探したいなっていうことで、ここ最近ずっとプチプラのいろんなものを使ってました。その中でいいなって思うものを今回は厳選してご紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん参考にしていってください。それでは早速いきましょう。まずはじゃーん、こちら菊正宗の日本酒の化粧水、私が使ってるのは高保湿タイプです。これね、1回買ってすごくよくって、2週間ぐらい使ってもう1本大きい大容量のやつを使い切ってなかったんですけど、もう1個買いました。これは去年ねフランスに行ってた時に、私の髪をいつも切ってくださってる美容師の小杖さんが、さゆりちゃんこれマジいいからちょっと使ってみてよって言って使わせてもらったんですよ。でその時すごく使用感が良くて、ずっとフランスにいたから若干ね日本酒の匂いがするスキンケアが匂いが苦手だなっていう風にその時は思ったんですよ。この間ね小杖さんにまた髪切ってもらった時にこの化粧水の話になって、改めて使ってみたら、今はね意外とこの日本酒のね匂いが平気なので、めちゃめちゃ安くてお肌もしっとり柔らかくなって、これ日本酒一升の中に入ってるアミノ酸がこの 500ml の化粧水に含まれています。そしてねこの高保湿タイプに関してはセラミノとプラセンタエキス、アルブジンなど保湿にすごく有効な成分がたくさん含まれています。私は顔とあとは全身にボディローションとしても使ってます。これね大容量で本当コスパがいいので体にも惜しみなく使えます。私は結構クリームとかベタベタしたものを体に塗るのが苦手なので、そういう方にはおすすめです。次はこれはヘパソフトっていうローションっていうポジションなんですよね。でも白いトロトロっとした乳液のような感じなので、私は菊正宗を入れた後に乳液兼保湿クリームみたいな感じでこれを使ってるんですけど、これは結構前に話題になった皮膚科で出してもらえる保湿クリームのヒルロイドにすごく似てるっていう風に言われていたものです。実際この有効成分の中に入っているメインの成分っていうのがヒルロイドで使われているものと同じ成分なので、似てるって言われるのも本当に納得で、とにかく保湿力が高くて炎症を抑えるような作用も入っているので、肌がひどくガサガサに表面がなってしまって痒くてちょっと赤くなっちゃってるとか、花粉の時期とか春もまだまだ乾燥すると思うので、とにかくそういう悩みのある方には本当におすすめです。でも油分成分が多く配合されてるのでベタッとした感じは若干あります。なのでお顔にオイルとかを平気で塗れるっていう方には全然問題なく使用していただけるかと思うんですけど、春先結構乾燥して花粉とかで炎症が起きちゃってる方は比較的低刺激で保湿力が高いので、これはすごく安いしたっぷり使えるしおすすめです。そして最近さすごい感動したものが世田谷コスメ R コンディショニングウォッシュゲルっていうもので、これはね朝の洗顔なんですよ。でジェル状の洗顔なんですけど、こんな感じのジェルタイプ、トゥルトゥルってなっちゃってるゲルタイプのもので、朝ってさ洗顔するか迷う時あるじゃないですか。洗顔しっかりしすぎるとすごいガサガサになっちゃうとか、寝てる間も乾燥したりするので、それをまたさらにゴシゴシ洗っちゃうとメイクの時ガサガサになっちゃうんだよねっていう方多いと思います。特に春ね、夏もエアコンとか結構効いてるから乾燥するじゃないですか。朝の洗顔、夜のものベトベトをちょっと落としたいんだけど落としすぎたくないっていうのにこれすごいおすすめ。お化粧のりが変わる美容液で洗顔っていう風に書いてあるんだけど、爽快感のある香りで使用感もねちょっとすっきりする感じ、スッとするんですけど、ジェルのテクスチャーで肌に刺激なく洗い流せて、でも洗浄しすぎない、本当に夜の表面的な汚れとかを綺麗に流してくれるっていうような感じで、これすごいいいのがジェルで洗顔して流すんだけど、時間がない毎朝はコットンに含ませて拭き取り、朝拭き取り洗顔もできるのね。で落とした後もしっとりねもちっと肌がするので、私 Amazon でなんとなくヒュ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 なんかないかなって思って見てて使ってたんだけど、これ結構
おすすめ。みんなに本当使ってほしいなって思います。次はね、パラドゥのミルク上メイク落としね、パラドゥスキンケアクレンジングっていうもので、これは前もご紹介したかなって思うんだけど、プチプラの中のクレンジングだったら私はやっぱりこれがダントツでいいんじゃないかなって思います。ミルクタイプのものって落ちにくかったり、ポイントリムーバーでポイント的なものを落としてから顔だけミルクで落とすとかね、そういうポジションだと思うんだけど、これは結構ガッツリアイメイクも落ちるんですよ。でミルク状のクレンジング何がいいかっていうと、まず肌への摩擦がすごく少ない、クリームっぽいこっくりした感じじゃないですか、オイルクレンジングとかよりも。なので肌に摩擦を与えずにしっかりと落としてくれる。やっぱり落ちにくいものとかって何回も目をこすんなきゃいけなかったりとか、もちろん洗い残しがあるっていうのは絶対 NG だし、でも結構ミルクなのにすごい落ちるから摩擦与えない。クレンジングってやっぱりメイクを落とすものだから、そんなに肌の上に長時間置きたくないじゃないですか。でもすっきり落ちるから短時間でいいっていうので、時間的にもお肌にも負担がないっていうこと。ミルクなのにしっかり落ちるっていうこと。手頃ってこと。セブンイレブンで買えるってこと。これはね結構優秀だなっていう風に個人的には思うので、クレンジング難民の方はねぜひ試していただきたいなっていう風に思います。そしてねパックです。私さそんなパック使わない人間なのね。パック自体がそこまで正直言うとそんな好きじゃないの。使用感とか肌に張り付いた感じも嫌だし、パックをしなくてもいいスキンケアっていうのを私はずっと推奨してるんだけど、それでもやっぱパック気になるじゃんっていうことで矛盾してると思われると思うんですけど、パックが苦手な私でもね割と気に入ってるプチプラのパックこちらです。このジェームソリューションは韓国のね代表的なパックのメーカーだと思うんですけど、これのハニーのタイプがすっごく気に入ってて、プロポリスとロイヤルゼリーがこのパックの代表的な成分で、とにかくねベタつきなく潤いを肌に与えてくれる感じとか、肌の疲れを取ってくれるようなパックで、シートがすっごく薄いの。これが最高。シートがパックのベタって貼り付いて不快感がなく、自分の肌の表面に馴染むぐらいの薄膜なパックなんだけど、これね一回使ったら本当に凄さがわかると思うんだけど、軽い使用感でパックの不快感はないのに、剥がした後のお肌のもっちり感でもベタっとホコリがついちゃうんじゃないかっていうベタつきみたいなのはそこまでないのね。なので私はこのパックをしてちょっと表面のぬめりっていうか美容液が浸透してきた段階でクリームを塗ったりとか美容液を塗ったりとかしてます。私はコリアデパートで買ってるんですけど、本当におすすめなんでパックが苦手っていう人もぜひこれちょっと使ってほしいなっていう風に思ってます。もう一個ね、玉露ジュレシートマスクっていうやつなんだけど、ジェルがたっぷり入って、でマスクをした後に余ったジェルをマスクの上に伸ばして使うんだけど、これも保湿力がすごく高くて、あとは鎮静効果みたいなものもあって、割とね敏感肌の方も使いやすいんじゃないかなっていう風に個人的には思っています。なのでちょっとお肌敏感なんだよなっていう方とか、ちょっとフェイスパックに鎮静効果とか肌の疲れをちょっと取ってくれてリラックスする効果を求めている方にはおすすめです。これ5枚入りで暴走になっているものです。ということで皆さんいかがだったでしょうか。私の最近のお気に入りのプチプラスキンケアがね揃ったのでご紹介してみました。今までプチプラスキンケアやろうやろうってリクエスト、スキンケア動画を出すためにねプチプラでおすすめないんですかっていう風にコメントいただくことが多くて、いろいろねちょこちょこ試してはいたんだけど、やっぱ気に入るものがさそんななくってね、これプチプラが悪いって言ってるわけじゃなくて好みとかもあると思うんだけど、あと自分のテンションが上がる上がらないとか、やっぱコスメってそういうところも大事だったりするから、なかなかねまとめてご紹介できるようなものはないなーって思ってたんだけど、最近たまたまね気に入るものとか紹介したいなってものがトトトンって出てきたのでご紹介しました。そうだな、結構全部おすすめだけどね。化粧水難民で日本酒の匂い大丈夫な人はこれ結構ほんとコスパいいし、ボディにも使えておすすめだし、あとでほんとこれ朝洗顔迷ってる人これ使ってみて本当にいいよ。ジェームソリューションのパックは本当使ってほしいなって思うし、ぜひ皆さんの参考になればというふうに思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。